うございます。今ちょっとツイッターを テロップ、兵庫県でミニ握手会待ってます。おはようございます。おはようございます。皆さん来てくれてありがとうございます。みんな起きてますよ。メンバーちゃんと全部部屋回ってきました。今朝食バイキングリッチやな、最前で見れたって。顔近かった、近かった。イエーイ。あ、めっちゃちょっとアンナの衣装です。そう、もうねちょっとまだホテルなんですけど、もう衣装着ちゃってます。いや、なんか別に着なくても、着て集合でも着なくてもいいんですけど、多分でももうなんかあっちに行ってわざわざ着替える方がちょっとめんどくさいなと思ったので先に着ちゃいました。まあどうせね朝何かを着ていかないといけないということなので、もう衣装を着ました。で上着を羽織っていきたいと思います。昨日2列目で見てたでーって SJ さん。そうだから、もうね髪も準備できたし、他のメンバーの部屋さっき全部朝回ってきたんですけど、そう衣装のこととかで全部屋回ってきたんですけど、はやーって言われました。イエーイ、おはようございます。もう準備万端です。荷物もできてるので、今アンの部屋にそう衣装のでっかいキャリーがあるんですよ。そうとりあえずそれに物を詰めて何しようって思って、もう自分の準備もできたので、あとはまあ靴下を履いて靴を履いて Wi-Fi を片付けるのみです。なので暇だと思ってショールームをしました。まあもしね今日、まあ一応遠征してるということで大阪とか兵庫とかそっちにいるということで、帰りがもしのもし、まあ間に合うと思うんですけど、もしのためにまあ一応先やっとこうと思ってね感じですね。安全対策ですね。寝ましたよ。でも今日は8時に起きました。アシ今日来んの？あ、今日来てくれるって勝手にちょっと思っとったわ。初見さんありがとうございます。琴音さんかな、おはようございます。あら、千歳じゃん。行きたかったって握手会、来て、みんな握手会来て、待ってるよ。メイクバッチリやん。本当ですか？今日チーク結構入れたんですよ。ガルアは見守ります。それは見守ってほしいです。よしよし、行きたかったって、なんで勝手に。いや、てかそう、めっちゃなんか雰囲気変わってなかった昨日見たら。今日行けませんってケンケンさん、ねえみんな今日来てよあ、みずは行く予定って。山本に言われたら行くしかない。本当に来てくれる？それ遠いんでパス小声ねえねえ、行く、絶対行くよ。アミチョス、緑じゃなかっただけって、緑じゃないだけだいぶちゃうわお仕事、チロルさん、伊豆千代さん、千尋も行きたかった、佐藤さん、サクサククッキー、小悪行きます、ありがとうございます。これ寝っ転がりたいドゥ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 イエーイはい、なんでもないです。お仕事したいんごって、してよん。ディーバさんありがとう、行きたいけど行けないね。みんなおはよう。ガイアさんおはよう。おはよう。イオリは何してたっけ
着いたってキヨピーさん。神戸まで行きます。うみちゃん待ってる。リーちゃんも準備しよった。さっき今眉毛回転やけどって言われた。さっき言ったら広島のヨシリン、レグルスさん、みんなありがとうございます。会場で CD、 そう CD 買えるっていうか予約なんです。まだ CD できてないから今日は予約握手会なので。大人っぽくなったねって。いや何話そうかって。何話しますか。電車揺られとるって。かなぴちゃん東京行き控えてるから。べーちゃんニコちゃん待ってます。何帰り東京まで車乗ってくってクロさん絶対ガルアは行こうな。緊張しないで。さきちゃん芸人さんと共演して成長できましたが、でもすっごい楽しかったし、すごい経験させていただきました。緊張したけどね。キーちゃん大丈夫かい。キーちゃん、クリちゃん何話しますか。今から兵庫まで歩いていこうかツイッター見るの実習中の癒し。ゆいにゃーさすらいさんありがとう。さすらいさんお仕事行ってらっしゃい。やすけ早く会いたい。キヨピあやね、あやねさん、あやねさんおはよう。起きてて安心したって。青ナイトメさんバイトしたいんだけど勇気が出ない。確かに。 SJ さん昨日もありがとうございます。地元ゆめとさん待ってるよ。ペーヤンさん、ペーヤンさんか。あにょーん東京からでも目は合います。まさまるさん衣装の気に入りポイント、ここのフリルとか、なんかワンピースっぽいけどワンピースじゃないっていうところです。ですね。よりみんなもうみんな準備してるから。あんはじゃあ35分、40分前になって終わります。衣装かわいいやろ。あんちゃんの膵臓を食べたいキラちゃん、キラちゃん、キャラ充電。うん、さっき今日ずっと充電して寝とったけん多分大丈夫。いってらっしゃいませせいちゃん、ゆきあるさんありがとうございます。なっちゃん、まつげは生えましたか。どうですか。あ、こっちはなかった。生えてますか。目覚めよかった。まあ起きてからまあ結構30分は経ってんじゃないって感じぐらいだった。昨日のツイッターの写メ可愛かった。あん、昨日何載せた。あん、なんか載せた。まあ、チェックしてないよ。のんの元気。うん、元気。昨日は疲れなかった。うん、昨日はちょっと疲れたメイクできてるやん。できてるよ。友達と楽しんでね。なっちゃん、まるさん、おはようございます。とうかたかもんさん、みのむしさん、列の横に座ってます。ありがとうございます。はなちゃん元気。きっと元気。広島で待ってるよ。ようさんありがとう。たけしさん、くまさんありがとうございます。花丸さん声枯れたので楽しみにやば。スパイラーメンさん、けんけんさん、いぶき、がんちゃん、いけないのになあたん、よろしく。たらちゃん、たらちゃん来れないの。観光した。してない。なあたん早起き。なあたん多分、なあたんでもない、全然準備してなかったな、そういえばやっぱりライブは楽しいな。だろう4番目並べたってケンちゃん早いやんか。やばい、よりから LINE 来たけどよりごめん、今返せない。ごめんマジ。そうだよって言ってあげたい。よりに、あさん、アンニャのショールーム初めて、よろしくね。ありがとうございます。今日行くよとか言ってみたい。今度言ってね。今日はワースタさんのライブだの。しゅんちゃん盛り上がってきてね。コアクありがとう。プッチョさん、おいしいものね。いおりの LINE 見せてくれーだって
まさくん、今日はなんかその控え室に入ってから髪を直す準備はする時間はあるって LINE 来たんですけど、まああるよっていうふうに返してあげたいんですけど、あのですね、ショールームをしてるから返せないんですよ。山一の、なんて読むの、の山一郎さん初、ありがとうございます。カツオさん、アンリ、ユーカマ、タカヒロンリーさん、シューマッハ、セイちゃんハートありがとう、ノアちゃん並んでる、おはしさん待ってます、桃正号、ね、マネージャーさんに送るみたいでね、金ちゃんアイス10個ありがとう、大輝、今日行けないのでクマ送ります、ありがとうございます、アンリサスキンって小鳥ちゃんかな、福岡の時行く、みゆりんありがとうございます、モスキートさんおはよう、花丸さんだるまありがとう、ワダーさんドーンドーン、まーちゃん待ってるね、行きたすぎ、遊びに来たよ、町岡市さんいらっしゃい、いらっしゃい、寝ないの、なんで、気持ちあんちゃんの中ありがとう、在宅オタクで全然会いたん、いつか会いたいな、今日は暑そう、ほんまにそうなん、んぴ、もうバッチリですね、早いやんて、早いやろ、合格したの、総集さんおめでとうございます、まだフォーチュン受付あるよ、これからまだ、文化祭一拾いてらっしゃい、会いに行くのが目標って嬉しい、昨日よりも日差しが強いって、あれまー、今日向かうよ、ペイコーさんありがとうございます、みんな今日いっぱい話しようね、昨日欅さんの告白で早くイクラブの告白行きたいって、ぶっちょさん、なんで再来年なの、てんちゃんカップリング楽しみにしてて、タラちゃん、せいちゃん、レグルスさんギフトありがとうございます、さすらいさん何話しますか、沼沼、僕のこのドキドキがバレないように、ゆり文化祭のやつ授業休んでいくべき、アントミーニャのやつ来てほしいな、ウィンクして、3、2、んできません、カップリングはね、何もまだ言えない、同じ名前？アンディ、アンナ。30度近いの？やばいね。みんなやばいね。え、なっちゃん。来てほしい。リンク上手だね。わら。絶対思ってないじゃろ。ふみかちゃん、にゃにゃ好きですって。やったー。なんか今鼻声になった気がする。でてて行くから待ってるね、文化祭みんな待ってる、顔顔面白いね、顔面白いですか、でも平日なんだよね、みんやと二人のやつ、まあ大学祭だからね、当たるとかあんの、ペンペンさんハートありがとうございます、ペンペン待機列熱くないならよかった、モデルしてんのアンディさん、タカモンもタカモン、唇今日はピンクにしました、抽選よ私たちは、ねえ当たるように願ってるから、あんな握手会の違いはわからない、ミニ握手会はメンバーが5人ぐらい、あでも東京は2人なんですけど5人ぐらい行って、それであの1枚 CD を予約してもらうと5人全員と握手がダラララーンって横並んでてできるのがミニ握手会で、個別握手会は一人一人のレーンがあって、そのレーンの一人のことしか握手できなくって、でも全国握手3人と握手できます、はい、何がお得ってね、ミニ握手会が一番お得だと思います、あでも全握の怖く、うん、まあいろいろなんか良さが違うんですよね。ね、止まったよね。
ね、止まったよね。あんも一生持った。でも充電 100% あるはずやけんね。なんでやろうか。まあ、いっかしょうがない。今動いてるならいいや。戻ったなら OK。 電波が一瞬止まったんでしょ。予約と普通の予約はその日にそこで予約してもらって、多分そこに取りに行ったりしなきゃいけなくって、そうまだできてないんですよ CD が。だから予約の握手会で、普通の全握とかも CD がその場であります。そう個別も全握もミニ握手会も全部良さが違うんです。アンリー待ってるよ。モクちゃん今日行くよって。みんな来てくれて嬉しい。サイン会ね、イコラブあんまサイン会ないんですよね。発売前は予約。そうですね。なんだって柳瀬くん。一番いいのは来週の予約じゃんく。そうなの。やった、なんちゃらおじさんさん、おじさん。みゆ沼でも大丈夫ですか。沼に来てください。船に乗りましょう一緒に。4枚ありがとう。秋高さん、兵庫の青空なんか違くない。嘘見てない。何急にケンケンさん。1000円でライブ見れるし握手会もあるでしょ。あ全額はね、確かに。ようさん、りさちゃんは自分の部屋です。カップリング楽しみにしてて。みんな起きてたよ、さっきちゃんと全員の部屋回ったから。全員とおはよう言うてきたから、みんな安心して。今は兵庫、ちょっと自分が今どこにいるか分かりません。はい、お絶対怖く行くぞブホ。ありがとう。今日は遠くないですね。まあそうですね、今日はお母さんなんです私。今日は私がお母さんを頑張りたいと思います。サットンやった、アンナの連で待ってます。ユーカマン止まった、また不安だな。静岡、お静岡でもあれだよ、 MV で行った。ちょっとね今日はねメンバーのねお世話をしたいと思います。止まってない、よかった。なんか通信に失敗しましたって急に出たんだよね。あいた、さあ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 、何クロールしたいって、何何。僕のお世話ちょっと考えときます。いつもお世話されてる。まあどうでしょう。一人部屋、今日も今日もアンナとリサとノンノとイオリとナタンです。ぼちぼちか。そうですね、とりあえず顔が近いと思います。おはよう、おはよう。おはようございます。返信来なくて困ってないかな、イオリさん。どんまいイオリさん。終わったらすぐに、ね、返信します。夜配信なきか、わかりません、わかりませんね。ちょっと5人です今日は。でミリニャは東京で、あれです、ウォーキングします。ナータンも準備をしていることでしょう。3枚予約すると、今日はでも多分最後にまとめ出しがあるから、でもその時はメンバー1人選んで、なんかその子とに何枚か出せると思うんですけど、でも多分5人並んでる時は多分1枚出ししかできない。それを何枚も何回か回ってもらうことしか多分できない。沖縄行きたいよ。よりにへそ出しといてって言っといて、ガイアさん。いや出してって言わなくても出るから。ウォーキングは違うくない？ランウェイ？まあそんな感じよ。ランウェイデビューしちゃうから、うちの大谷さん、みんな応援してね。ケンケンパタクミ頑張って。若菜ちゃんお誕生日おめでとう、おめでとう、ハッピーバースデー、おめでとうございます。
ガラワでミーニャ見た後兵庫向かいます。カンタ、うわ強え強えぞ。ゼオタさんハートありがとうございます。衣装で握手会なの？うんっていう感じで、そろそろ終わらなきゃな。やばいやばい。13位暴れないくん、12位ポークたまごさん、11位たけしさん、10位 A イコールさん、9位ももしょうご、8位明太13ね、あこももしょうごとか言ったけど神戸牛って書いてあった。7位金ちゃん、6位がペンペンさん、5位がいとこんさん、4位が花丸さん、3位がにごさん、2位がレグルスさん、1位がせいちゃんです。ありがとうございます。さあじゃあこれを見て少しでも握手会に行きたいって思ってくれた方がいたら嬉しいけどっていうのは分からんけど、まあ来てくれたら嬉しいです。待ってます皆さん握手会。夜配信ちょっと分かりません。ありがとうみんな、バイバイ。ランダムは3人行きたいと思います。1人目は和孝さんです。2人目が渚のナーキング、3人目がキーちゃんです。じゃあねみんな、後で会ってくれる方よろしくお願いします。アンナの衣装配信でした。ほいじゃあ、ほいじゃあまたね。みんなのことが好きじゃけー。あんにこと山本アンナでした。バイバーイ。みんなおはようでした。バイバーイ。じゃんけんします。せーの。じゃんけんじゃんけんじゃんけん。ほい、パーです。バイバーイ。あとでねー。バイバーイ。けど。はい、屋上ね、そう今日屋上みたいなとこだったんですよね。そう小3の妹連れてった。わかるわかるね、今日すっごい暑かったね。日焼けしたよって、そうスタッフさんもめっちゃ焼けてたね。本当にお疲れ様でした。今日来てくださった皆さんありがとうございました。今日ね朝ショールームしたんですけど、そうけどまあもう一回やろうと思ってやります。そうさっきあのね5分ぐらい前に帰ってきたんですけど、お家に。そう海ちゃん日焼けした、申し訳ない。めっちゃ今日暑かったよねみんな。伊藤君と握手し忘れたって柳瀬くんね、朝見れなかったから嬉しい。よかった彩香ちゃん、巻き巻き好きです。そう巻き巻きです。今日は髪巻いてたよ夢職人さん。巻き髪かわいい。プーさん、ノブさんハートありがとうございます。しおりやっほー好き。キヨピー、ぶっちょさんギフトありがとう。あペルピー来てくれてありがとう。今日あケンちゃんわかるよ、ショールームやらないとアンナが震えるいくなこおじさん、黒川さん、おこんばんは、こんばんは。みるちゃん、やっほー。ペイヤン、あにょあにょ言うからお話できなかった。ウケる。みんなありがとう。そう、今日ね、あの握手会あって、なんか久々でしたよね、握手会あるのって。だから、なんかすごい、なんかね、すごい楽しかったの。だから今日その話をしようと思って、来たって、来たっていうか。話をしようかなって思ってますね。あんなんか口の色、なんかあんの口の色つかない、めっちゃピンクすぎ、ピンクすぎ。大丈夫ですか。あレナちゃんありがとう、二人で来てくれた。あクロさんごめん新幹線で帰っちゃったのぶさんタワーありがとうございます。待って書いて、そうだ昨日の分書こう。唇がセクシー、本当？それはどうもありがとうちょっと待ってね、ちょっとタワーを書きますね。
なんか今日初めましての方とか、なんかリプ、ツイッターとかショールームとかではこうお話っていうかしてた方となんか初めて会えたりして、すごい楽しかったです。すごいなんかどんぐらいファンの方来てくれるかなって思ったけどね、たくさん来てくれて憂みが深かったです。でなんか広島行くねってやっぱ今日言ってもらえて、何回かやっぱ嬉しい。多分広島行くねって言われた時の反応超テンション高いと思う。言ってくれて、アンにそうやって言われた方は分かると思うけど、広島来てくれるのみたいな感じで多分アン言ってたと思う。ありがとうございます。今日のも書きました。ありがとうございます。東京戻ってます。待ってます。たくみんおやすみ。あんなしになったって言ってたよ。ザンありがとう。コメントしてねって言われたから来たって。あさちゃんありがとう。あずみん今日ありがとう。来週広島行くねって言ってみるね。おはしさんありがとう。今日広島行くね本当。黒握手ありがとう。トシキ来週1連ずっとループするねって言うかも。なぎさ修学旅行楽しんで。それはそれは。レレセ好き。前髪モンスター。友神さん、レグルスさん、クマさんありがとうございます。ゆきあるさん初めて行ったよってありがとうございます。あやかちゃん広島かーって大輝。アバター変わった。めっちゃブルってなんだ。あ、黒さん浮気するん。フォースナンチャの髪飾り可愛いって。やったね。エッサこんばんは。文化祭なの。あ、ゆうやん。そう、白アフロかぶってた。ありがとう、生徒ちゃん。いおりがあんな T シャツ欲しい。ん？欲しいって言ってる。なんでやねん。なんでやねん。あ、リコちゃん。いっぱいリップありがとう。広島9月30日だよ。あんちゃん反対側に座っちゃったってゆっち。アイドルあるあるは分かりませんでした、みやちゃん。あにょ。震える、面白い。秋山さんね、いなかった。広島行きたい。新幹線な、暴れないくん、今日ありがとう。部屋に飾るって言ってたよ。いや、ほんまかいな、あの人。たこ焼き美味しかった。ね、ミーナの話もしたいし。じゃあちょっと、あ、怒られたんキヨピ。としきさんコメントしてと言われたので頑張りますって。さっき広島帰ってきたってありがとう。遠征してきてくれて。あ、みずはまた二人でニコイチで来てね。たけしさん早いお帰りです。ね、ミーニャ完全にモデルやった、ほんまに。ミーニャのあのモデルのランウェイは LINE ライブで見てました。あ、アミチッチありがとう。今日は、トゥデイは今日ね、本当にあのすごいね、あの何の話しようとしたか忘れた。何の話しようとしたんだっけ。ひろしさんタワーありがとうございます。今日もわなかたこ焼き、え、わかんない。あのね、あの建物っていうか、あのた今日行ったイベントのところの建物の中にあるたこ焼きをスタッフさん買ってきてくださった。タピオカ、今日タピオカ飲んだファンの方多いんじゃないかな。ありがとう、ひろしさんありがとうございます。いつもトゥデイもありがとうございます。ひろしさん握手会来て。今の会社来てギュッとしたい。レナちゃんしてくれんの。タピオカ飲んだよって。ゴーゴイちゃん今日食べんかったよね。
タピオカも今日飲んだよ。スタッフさんからなんか楽屋におったらスタッフさんが一回全員なんかみんなあのステージを見に行ったんですよ。その時に帰ってくる時にあなんかアンに電話来て、はいって言ったらタピオカいるって言われたから、最近めっちゃアンタピオカ好きで、リーちゃんとかもめっちゃ好きで、タピオカってなっていりますって言って、タピオカ、そしたらねなんと美味しいタピオカだったからハッピーっていうね。握手したいよって前たくさん、カンタ、カエリン、ユイカ、ユイカちゃん、コブル、コブルさん、最近のアンの色っぽくなったって、ジョニシュイさん、伊藤くん買ってた、あ、見たの、ケンちゃんテンション上がった。今日のた今日ね待機する、そのまじステージの横のテントがあったんですけど、そこのテントが緑だったんですよ。だからなんかもう真緑、ほんまに緑すぎて、なんかリップとか塗ってもう何色になってるか分かんなすぎてエイリアンになってたあやなちゃん、名古屋のちゃん役待ってます。ケンイチ、ここタピタピになるわってシルフィードさん、あずみ来週も、そしてあれおめでとう明日から大学頑張ってます。私手紙、秋山さんありがとう。あれエリ君本当ですか、海ちゃん持ち帰ってタピオカほんまに最近ほんまになんかずっと飲みよって、今日もタピオカ飲んだんですけど、そうで、すごいファンの方もタピオカ飲んだよとか、握手会でもタピオカのお話結構言われたから、そうちょっとタピオカ屋さんに貢献しましたエコラブ練習も来てくれんの、待ってる。何タピオカ、ミルクティーかな、なんかねタピオカ飽きないね。コリニャタピカツ、あのね今日は、まあ、兵庫での握手会だったんですよ。でなんかまた兵庫来てねってすごい言ってくれたりして、なんかすごいやっぱ嬉しくって、なんだろうな、今日はこうまあミニ握手会だったので5人だったんですよ、メンバーが。で12人中5人っていうことで、まあ半分以上来てないんですけど今日は。でもそれでもこうその5人の推しじゃないメンバーのファンの方もすごい来てくれたりして、でなんか今日はサナのファンの方がアンの最後まとめに来てくれて、なんかなんだろう、推しメンはもちろんそのメンバー、他のメンバーかもしれないけど、でもイコラブが好きだからって言ってくれたりして、なんかすごい嬉しくって、でなんか改まってさ、そういうなんだろう話することってあんまりないじゃないですか。小悪とか、まあ善悪とか、やっぱミニ悪手会のまとめじゃないとバーってなやっぱなっちゃうから、なんかけどなんだろう、そのまとめとかで出してくれてっていうのって、なかなか、そうだからまとめとか小悪じゃないと他のメンバーのファン、推しのファンの方と話すことってなかなかないじゃないですか。そうだからなんかすごいこうなんだろう、すごい嬉しくって、なんかそうやって他のメンバーにもそうやってわざわざねまとめ出してくれて、でなんかそのサナの話もしたし、でもすごいイコラブのこと思ってくれてたし、すごい心配してくれたり、なんかすごいもちろん自分のいつも来てくれるファンの方が来てくれるのはもちろん嬉しいし、なんだろう、もちろんそれは一番嬉しいし、うん、なんだろう、安心するんですけど、けどなんか違うメンバーのファンの方とファンの方が来てくれたのもすごい嬉しくって、今日なんかいろんなファンの方とお話ししたいなって思いました。なんかファンの方ってマジでなんかメンバーの様子全部見てるから、一番なんか気づいてくれるっていうか、それはすごいいい意味ですごく心配してくれるからすごく嬉しいし、うん、心配させちゃいけないなって思うんですけど、でもやっぱりそうやって心配してくれるファンの方がいるっていうのはすごく嬉しいし、うん、でもなんか今日もまたま
握手会とは関係ない話かもしれないけど、今日ミリニャのガルアワがあって、ですごいメンバーも本当に新幹線に乗ってたんですけど、新幹線に乗る前からもうずっと待機してて携帯で、でなんかスタッフさんにいつ出るんですかってマネージャー、行ってるマネージャーさんに連絡したり、でももうその時帰ってこなかったから、終わった後にごめんってもう終わっちゃった見れたってマネージャーさんから LINE 返ってきたんですけど、そうでもずっと見てたから、そうミリニャもうね、みんなも絶対サワサワしてたよね、いつ出るかな、いつでよいしょ、いつ出るかなってさ、サワサワしとったやろ。でさ、アンラもそうでさ、でスタッフさんとメンバーとでみんなで携帯ずっとにらめっこしよって、でなんかどこのあれで出るんだろうねってなって、ハニーシナモンかなとか言ってて、ハニーシナモンでも全然わかんなくて、そう聞いとけばちゃんとよかったんだけどわかんなくて、そうそれでなんかしたら意外な結構ブラックな服装、ブラックミニアだったので、わあめっちゃミニアかっこいい系やん、でもかわいいみたいな、ウィンクしたみたいになって、そうしかもでも新幹線の中で、そうだからあんまちょっと興奮できなかったけど、キャーって言えなかったけど、でもすごいなんだろう、ミリニアの素敵ななんか姿をすごい見れて、なんかこうグループとしてじゃなくて個人で個人として活躍してイコラブっていう名前をこう広げてくれてるミリニアにすごくありがたいなって思ったし、なんかかっこいいなって思いました。そう新幹線、そうそう、あれ今なんか言おうと思った、あの忘れた、うん何を落としたんだっけ、忘れました、何か言おうと思ったんだけど、タワーだよ、ありがとう、待って、ひろしさんじゃん、あれ、え待って2本立ててくれてた、プラスだから3本だ合計、ありがとうございます、ひろしさん、ひろしさんに会いたいんですけど、実は会ってたりする、ありがとうございます、ありがとうございます名乗ってない説ある、ひろしさんありがとうございます、本当にジャロスケ留守番してた、なんかそう今日はこうアンラーはアンラーはっていうか、まあ兵庫にいて行けなかったじゃないですか、ガルアは、でもなんかもう行きたかったっていうのをナータンとずっと話してて、なんかナータンとなんかミリニャ行って、なんかやっぱさそうやってさなんかキャーとかさミリニャーっていうさこう声があると嬉しいじゃん、絶対あるランウェイさウォーキングしてて、だからなんかアンラーが行ってミリニャーとかって言って叫びたかったそうでもほんまにさ今日さ豪華なね方々でもすごいよね本当にね、行った方いますか、みんなの叫んでくれたかな、ショコトアントアンラー沼の皆さん叫んだかな、そう黄色い声援っていうやつ、そうそう、なあちゃんありがとう、あんな肉びたけでしたみーにゃファンのフォロワーさん結構いてたみたい、うんよかったよかった、
昨日田中さんとお会いできました、ひろしさん。あんもあらも画面越しでたくさん応援しました。ガラーポン、今日はりゅいちゃんと映画見てました。おお、お仲良しやん、仲良しやん、仲良しやん。仲良いねえ、ひろしさんタワーねえ、ありがとうございます。てんちゃん言ってましただよね、昨日言ってたもんね。みりてーんって叫んだかな。ねえひろしさん、ひろしさん、ひろしさん、一体ひろしさんは何歳ですか。ありがとうございます本当に。ハッシュタグひろしさん、何ですかそれは。ありがとうございます。いいんですか私に。ありがとうございます。ゆかたん、あんちゃんってありがとう、嬉しい。なんかさ、なんかいつも、まあ、別にいつもだけどさ、なんか今日特に他のメンバーのファンの方が来てくれてる気がする。ありがとう。あ、スカイさんじゃん、ヤッホー覚えてるよ。ヒロトさん初見ありがとうございます。アンズーで写真撮りたいで、撮ろ撮ろ撮ろって。チロルさん、ルイポンデート。ウケる。マイク押しじゃけんってね、ケンちゃん。ありがとね、マイク押しで今日来てくれて。あんなつのために兵庫、また来てや。行くよん。あいあい。あちゅ、ありがとう。ネジ外れすぎ。ネジ入れてあげて、和田さん。ようさん。新規で来てくれた方いらっしゃったかな。いらっしゃった。DD いいよ、 DD で、 DD 心配だよって。どうしたのよかたん、アバターで判断してる大志さん、何が。あ、キリンちゃん、ヤッホーヤッホー、人見ないのに来てくれた、優しい、みんな優しい、ありがとね。またあんともお話ししてください。瞳を頼んだ。そして私も頼まれた。フォース本当にいい曲だねって、チョロさん。リオちゃん、リオちゃん、リオちゃん、アンズウレミ、富田鈴香ちゃんが褒めてたよ。なんでなんで、何よ、イコラブ、今日行ってないけどアンナが好きだよ。コウヘイさん、もう一生ショールームしてたい。兵庫行く、のあちゃんね、えもう本当に一生ショールームしてない。なんだろう今日のこの気持ち、なんだろう、なんかマジで今、うん、なんかもう本当に今日笑顔がいいって。表情やな。リクロおじさんね、今日ね、メンバーというリーちゃんがね食べたいって言って、なんか花のツイートを見てかな。そう、リクロおじさん全員可愛かった、嬉しい。ね、イコラブもさ、でもあんまりないんだろう、ガツガツあんまいけないか、人見知りしちゃうから、もう本当に申し訳なくって、なんか、うん、みんなすっごい、ひらがなけやきさんすごい好きで、めっちゃみんな可愛い可愛いって言ってたけど、あんま自分たちからいけなくて、全然喋れなくってね。そう、陸道おじさんなね、めっちゃ人並んどってね、買えんかった。でもまあまた来週も来るしってなったけど、まあどうせまた来週も多いだろうっていう話なんですよね。広島行く気持ちだけ。夜勤、たけさん、たけさん、メンバーみんな帰ったよね。とりあえず今日本当暑かったね。え、嬉しい、もっちもっちさん、大好きしか言えんかったって、スーさん。全然、大さん地元なのに行けなかったって、大阪待ってる、次来週、ジェニューインさん、セーターの、ウロタンありがとう、会いたい、ドス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 、乃木坂のメンバーに会った、乃木坂さん、うん、あ、でも姫ちゃんとは会ったよ、もっとだけどな。正解するの忘れたって、そう、もうほんまになん
か今日もマジでめっちゃなんか身長のことすごい言われた大好きすぎてつらーいって。アイアナ、アイアナちゃん、来週は亀子だねって。マルキンさん今日ありがとね。嬉しい。佐々木久美さん嬉しい。新衣装だと身長持ってるよね。まあね。でもさ結局さイコラブってみんな同じ身長だから、うん、違う違う、同じ靴のさヒールの高さだからさ、なんか結局あれなんだよね。どうしたのてんちゃん、応援行ったんじゃないの。コメントめっちゃ早いね。ね、なんか今日コメント早い。でもね、いっぱい読みたいの。だから今ね、結構頑張ってる最中。来週は行けなくてごめんねって、エリ君。また、ライトの器見せてね。ミノムシさん待ってる。自己紹介したいんだってして。ピオちゃん。広島行くね。秋山さん、ありがとう。ほんまにさ、広島は来てもらったらうふふはいです、もう言わない、うふふって感じ、うふふって感じ。広島来てくれたらうふふっていう感じです。広島は、待ってます。タワー、え、ねえどうしたの今日。ねえひろしさん、なんで、ね、何記念日ですか。あんなが一人でなんか嬉しそうだからもしかして今日来てたひろしさん、もしかしての、もしかして、ありがとう、本当にありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。夫婦が待ってるんですねって、え、チロルさん広島行きのチケットか。てつさん、ひかりちゃんさん、はじめまして、ありがとうございます。今日かわいいのに、え、優しいお好み焼きツアー、それは考えとくミリニアは来てくれたのすごい嬉しいと思うよ。絶対嬉しいよ、そんなの嬉しいに決まってるじゃん。みんなかっこよかったよ。お疲れ様ってみんなで言うよ。初めてだったけど楽しかったってゆめなちゃん、ありがとうございます。お風呂入らんと、あんま入ってないけどね、えしない、黒ごめんねカンタお疲れ様って。広島でお好み焼き食べよう。お好み焼きね、あんもお腹すいたよね。あんちゃんもランウェイ歩こうね。んじゃあお家でちょっとレッドカーペット広げとくわ。ね、いつかイコラブがガルアワの会場でパフォーマンスができるように頑張りたいと思います。ね、ポン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 ガルワワポン2018 夜ご飯ね、なんか夜ご飯っていう感じのものは今日なんかあんまお腹空いてなくて、その時は食べなかったんですよね。大阪でもタピちゃん飲んじゃった。今日初見レイちゃん、ありがとうございます。お土産買ってない、もうね買わなくなっちゃったね。おくれ、あ、みずきちゃん、みずきちゃんリプいっぱいありがとう。みずきちゃんも今日ね伝言もらったよ。風邪っぽいって大丈夫か言うやん。アフロはかぶらなきゃ大丈夫か。大丈夫か。レッドカーペットは映画とかじゃねえってまあそうだなお腹痛いの治った、よかった。ももしょうごまた兵庫来てねって、行くよ。立体駐車場の4階ですか4階ですか
4階ですか四国行きたいね、いろんなとこ行きたい。あいたみあいたみあいたみんごねえ、ひろしさんちょっとマジストッピング、ストップ、ひろしさんなんでですか、ひろしさん、ひろしさん、ひろしさん、うん、本当にありがとうございます、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 なんか記念日って、うーん、遠征した割に元気やなね、自分でもそう思う。いや、なんか正直眠いんですけどいや眠いんですよ、眠いんですけど、なんか今日なんかすごい握手会でなんかイコラブのことを初めて来たって言ってくれる方とか増えとったり、他のメンバーのファンの方が来てくれたり、いつも来てくれるアンのファンの方だったりとか、初めましてのアンのファンの方だったり、なんかタオル持ってくれとったり、うちわ持ってくれとったり、アンのなんかそういう方を見て嬉しかったから、多分テンションが高いからそんな感じです。何時に起きたの、あ、でも今日はね、あ、でも昨日2時前には寝たんですけど、は今日は8時に起きました。でもね、新幹線の中でカープ見よったんよ。けどね、途中ね30分ぐらい多分寝とった。はははあ、もくちゃんいつでも聞きます、みずきちゃんのこと大事だから。そう、なんかたまに最近言われるんだよね、なんかイコラブ人気になるのは嬉しいけど遠い存在になっちゃうって。でもそれはね違うんだよ、もちろんそれは嬉しいけど、人気に、なんだろう、なりたいし、だけどなんて言うんだろう、私たちはまあ子さんって言ったらあれだけど、最初から応援してくださる方のことは忘れないし、なんか結構言ってるよ、メンバーファンの方、子さんの方来なくなっちゃった、例えば一人の人でも結構メンバー覚えてるんだよ、何々さん来なくなっちゃったんだよねーとか、すっごい寂しそうにマジで言ってるし、それの気持ちすっごいわかるし、そうだから、そうだよ、実はめっちゃ覚えてるからねそう、だからそんな、なんだろう、子さんとか神経とか関係ないけど、でもメンバー、なんだろう、子さんっていうか最初から応援してくださる方はそうやって寂しいって思っちゃうかもしれないけど、でも覚えてるからね。けどもちろん新しくファンになってくれた方のことはこともすごく嬉しいし、なんかその方に、うん、沼にはまってほしいって思っちゃうから、うん、だから大切、どっちも大切なんですよ。超久しぶりに来るパターンは、あー久しぶりでしょって言いますいけないの、調節していくからね、待ってる、たけさん、あざーすわら、急に出てきた緑本当にもう寂しいけどそれ以上に嬉しいよって、そうやって言ってくれるのが嬉しいよ本当に。そう、でもやっぱ遠いところだとね、あれだからあれだけど、行ける限り会いに行くって、ガンちゃん、いやマジでやばい、あ、なんかさ本当にさ今日さ、うん、マジでショー、今もなんかショールームがすごく好き、稲妻行くもんって待ってるもん、あ、思った、そっか緑じゃないのにってね、てんちゃんだからミーニャもそうだよ、今日
今日何があったのか分かんないけどさね、ショールーマー千尋受験まで大丈夫、受験頑張ってね。4000人超えたよ、ありがとうございます。アイス食べてるの磯場さん。ひろしさん一番だよねって、ありがとう明日朝早いとかねえんか。みつるさん、うん、明日ね、明日何時起きやろ、うん、8時ぐらいだった気がする。明日はメンバー全員に会うのでみんなお疲れってみんなで言いたいと思います。そう、買っちゃうやんってけんちゃん気持ちが嬉しいよ。フォークたまごさん、アイスありがとうございます。10個10アイスがっつり読まれるとは。レッスン？ノーレッスン、絶対離れないよって言い切れますって。嬉しい嬉しい、もう好きみんなほんまに好き、本当に。何、どのタイミングで初見ですなの、クロちゃんは、クロちゃんはって遠い存在ってなんかね、遠くないもんね。え、思った、なんか今日コメントマジ優しくない？いや、いつも優しいんだけどさ、何みんな、何ほんと、なんか分からん、今日なんかそういう気分、どんな気分やったね。テンション高い時もあるし、テンション超高い意味わからん配信する時もあるし、こんな時もあるしっていう。しんちさん、あんちゃん、へい、いやもうほんまに寝てたってジョニシーさん優しいね。いやだ、優しくないコメントせんでいい視聴者泣かせ配信、違うよ、配信者泣かせ視聴者よもちろんコリニャ、もちろん今日前髪好き、ほんま、うえ、ザン赤いのこれからも着てきてね、疲れそう、お休みもいいよもっちさん、場違いじゃないよ、てんちゃん今日のチークはキャンメイクです。アニャの注意のせいやって、りーちゃん新衣装ね、すごい好評で嬉しい、女の子にも男の子にも好評で嬉しい。エリくん、なんかさ、ファンの方がさ、アンのファンの方がさ、すごいさ、なんだろう、笑顔でさ、うちわとかさ、タオルとか持って振ってくれて、アンのこと見てくれてるのすごい嬉しい。やっぱキャンメイクいいよね、コスパが良いしね。ねえ、新衣装本当に好きだよ。うん、今日も女の子多かった、嬉しい。うれピーナッツ、ピーナッツうれピー、うちはね目立つね、目立つよ。翔子も、本当だ、翔子も、翔子も隠れのりこ、隠れミッキー的な、なんだこの人は受けるんだけど、ほらミーニャも
会場で応援してくださった方、お待たせしてしまいましたが、ボードを持ってくれてたり名前を呼んでくれたりしたのが見えて本当に支えになりました。いや絶対そうだよ、本当にボード持ってくれてた方いたんだ、そりゃ嬉しいよ。ね、私服汚さなかった私服汚さなかった。アンがね、今日もね、この前アンがさ香水の話したじゃん、した女の子がね、あのね送るねって言ってくれたの。そしたら送ってくれた、まあやちゃんありがとう。あのさ、一回さリプ読み出したら読んじゃうんだよね。ショールーム中にさ読まなくていいよね、ごめんなさい。だってさ、どこまで読んだか分かんなくなっちゃうのが嫌なんだもん。だから最後まで読みたくなっちゃう、この何通知っていうところ。え、花丸気分来た。え、それはアンが読む。え、待って、アンのとこまだ来てない。あ、花のとこから飛べばいいんだ。アンは花丸気分が好きなんだ。なんだ、コメント見てください。はい、リプ読み配信か、ティーターパンだって、うん、花丸気分を読んでいます何してんの本当。赤だけが出てきた。まだでもちょっとブログのあれが出てない、ツイッターには。あ、出た出た、リツイートしよう。はい、23秒、よっしゃ勝ち組、オッケー。今読むんかーい。アンリサヒムから絶対離れないから、ケンイチにも会いに行くから待っててね。ショールーム止まる。え、ちょっとみんな止まりますか、大丈夫。23秒とか遅い、くっそーくっそー。ティーターパン5秒以内じゃないとダメなの、くっそーくっそー。お疲れ様です、はるさん、お疲れ様です。個人に会いに来てくれる、俺の男も来ては地方じゃい地方じゃい、ジャイジャイジャイのすけ、あんなちゃん、めっちゃパワースポットさん、ありがとね。トゥデイ、あんな推しはいいよな、みんな推しいやで、足の指の話やで。栃木ね、行きたい。本なんか全国ツアーってさ47都道府県回るん、分からんけどさ、やりたいよね。ほんまにツイッターの反応早い人のこと尊敬する。ひろしさん、くまさんありがとう。次はくまさんに。まあやちゃん、まあや、まあや、一緒におるん、水葉一緒におるん。石川県金沢ってないかも。キャータの出身地ね、暇人だからすぐツイッター見ちゃうおはしさん、おはしさん奈良県来て、おい、おはしさんってさ奈良だったん、知らんかった。いつも来てくれてありがとね。結構奈良の方多いかな、まあ関西か。足の指長すぎてそんな人と比べたことないからわかんないよね。まさゆきさん好き、あ、わーやちゃんねえ、お腹空いたけさちょっとさちくわ持ってきていい、ねえお願い。オタク多いってやっぱなら
3時半起き眠って、それは眠いね。3時半起き、それは眠いね。 LINE しとるんか。47の素敵な街ちくわってそう、ちくわでもチーズ入っとんよ。ちくわ草じゃんって。え、ちくわ美味しいけ。ちくわ笑った。え、そんなに、え、ちくわってそんなに反応するもんなん。全然イコラブめっちゃちくわ食べるよ。カツ丼ありがとうちーちく、ちくわ、え、ちくわなんでそんなちくわに入、ちくわにそんな、なんでみんな反応しとん。え、ウケるえ、そんなに、じゃあちょっと待っとって、ちくわ釣ってくるきゃん。よいしょ。本当に取ってくるんかいって、取ってきたわーい。ちくわ受ける。え、そんなに、え、ダメ、そう言ったら。え、美味しいよ。カロリー5個で110キロカロリーだって。セブン、チーズ入っとんよ。好きなもん食べさせてあかん今日買ったんや。あかんし、二の腕硬くなるわ、ほんまに。ちくわだってカロリー低いじゃん。ちくわこっち多分チェダー、違うかな、色がオレンジなんだよね。こっちは全然反射してるね。チェダーじゃない、わかんない。ヘブン、ちくわだから許して。タピオカのストローってちくわな、うん。夜ご飯、んセブンでバイトしてる。まあチーズ確かにカロリー高いけど、まあ全部で110キロカロリー、もう許して。オッケー。次は白い方食べます。でもおでんはこんにゃくと、最近コンビニではだし巻き卵があるからそれ食べるかな。チーズはうまいよ。チーズはうまいよ。
ジャロスケ消えた、本当だ本当だ。なんか新幹線の中でセブンのみたらし団子みたいな3個みたらしが入ってるやつを食べたんですよ、うん、でその握手会終わってからたこ焼き食べたんですよ。だからなんか不規則ただちくわを食べる配信。新幹線のアイス硬いよね。太るぞだって言わないで。ねえ画面止まってるって。ねえ最近なんでだろうね。なん最近さおかしいよね。ショールーム。どうしたらいい？でも充電めっちゃあるんですよね毎回。食生活気をつけてるけど気をつけてない。気をつけて帰ってねてんちゃん。冷凍みかんうまい、うまいうまいよそれ。そう1周年 T シャツ、うん、画質はいいって。水原優しい、見てくれてる子がいるのは嬉しい。もぐもぐ美味しいっす、うん、後ろの裾が好き。あーなんか書いてあるよね、なんかなんだっけコメント読むよ。パンで拾ってあげて後ですぐ回復する。お仕事お疲れ様。カツ丼白くなった、それは嬉しい。音が入んない、本当に言ってる？それは嫌だ。 Wi-Fi はだって何も変わってないよ。だって今までそんなことなかったじゃん。なんで？たまに扱い雑？ジャロスケの広島行けそうだってくれ、ありがとう。落ちた。完食って思いきやあと2本あるの。たけのこに見えん？ラウトで手は拭いてない。ここ使ったから、風邪はね、大丈夫、だいぶ前に治ったんだよね。本当まさゆきさん、小学生みたいな会話やめてもらっていいですか。名古屋太郎さん、ちくわを食べとんのか、シェアでポンポン。水色もさ、白飛びするんじゃない？うん、やだね。ボスベイビーが画面止まったら更新してください、皆さん。ごめんなさい。ありがとう、山ちゃん。
クワ食べ過ぎじゃない5本、しかも5本じゃないよねこれ、こうやってこうやって1本だから、うーん 2.5 本だよ。明日の夕食ちくわになるじゃん。いやちくわにせんかったらいいやろ面白い。みるちゃんありがとう、よく計算できたねってはるさん、うん、ラスト 0.5 本、もう買ってくるわ。おやつに入りますか、さしさしさ。確かに、いやおやつではないよね、なんだろうね。あわさび食べらん、でもねセブンねないとこ多い。これワンちゃんもちくわ好きだったの。さすらいさん今日ありがとう。今日食べたたこ焼き美味しかったよ普通に。どこのかわかんない、4種類やったけど。うん、ネギめっちゃこぼれたよ。うん、夜ご飯食べてないのポンポン。映画のあと、鈴木さんやっほー。うん、あれネギやばかった。カップリングはちくわ関係ある？それは秘密です。ゆいかちゃんまた来てください。あんず明日セブン集合だって。どこのセブンなん。うん、アシダーク、ありがとう。今日ね、みちゅのファンの方が何人か来てくれたよね、ありがとうございます。さあ、私が現在何を思ったか分かりますか。答えは喉が渇いたです。終わり。知らんだって。うん、水くれ水くれ。だからさっき言ったのに。あ、自由 T シャツ。ジャスミンティー飲めないんだよな。お水かい。わらび餅？え、食べたい。でもお水。今、あ、カルピスいいね。オルナミン C はよくない？何の話だ、ほんま。お水飲み、お水飲み、お水飲み。お水飲みたい、水飲みたい。あ、かおり水飲んでくれてんの、ありがとう。
あね、今日ねセンブリ茶、そういえばね一人だけだけどね、そのセンブリ茶の話したら、ね、センブリ茶美味しいのって言われたから、美味しくないよって言った。でもね飲んでみるって言ってた。本当に飲んだかな。右行くと白飛びする。こっちこっち、いやこっちの方がいいね。あこっちの方がいいじゃん。こっちにいた方がいい。食の好みがあまり合わない気が。え、でもさそんなの関係ないよ、そんなの関係ない。青汁配ってたで。うん、せんなんも美味しくないよ。そんなの関係ねえ。ぶっちょさんだるまありがとうございます。なんでさアイドルにさセンブリ茶ってさ飲ませたがるんだろうね、すぐ。嫌いになんないよ、てんちゃん。よしよあんちゃん飲み物持ってきたらってね、持ってきたい。本当に喉乾いちゃった。何時までやろう。何も考えていません。ノープラン、ノープランニング。嫌がってるところが見たいから。超 S やんそれ。ちょっと今さなんかリップ塗りたい。普通に色じゃないやつ見て、パンパン。ゲームしない。性格が違う方が惹かれ合うって言うし、言うし。DHC 違うんよ、遠征だったからさ。遠征っていうのかな、何、いつもはこんなに持っていかないんですよ、お家でやってあれするから。でもこの中になんか化粧水とかちっちゃいボトルに入れてるから、そう普段はここまで持ち歩いてない。泊まりの時だけです。砂入ってない、まだ新品。これ結構、あまだとか言ったらなんかこれから砂が入るみたい。違う違うね。リーチよくディズニーとコラボ好き。あのメイク落としとか持ってます。えちょっと、え飲み物持ってきていい？待ってて、ついでにこのちくわのゴミ捨ててこれ、よいしょ、待っててね。ただいま帰ってきたよ。ただいま帰ってきたよ。あちゃんと外すね、みんなに怒られてるから。ねえ見て。あとまたさ、あまたさ新しいもの持ってきちゃった。なんかねこれね、でもゼリーっていうかなんか飲み物なんだけど、これキウイ味のなんかこれドリンクって書いてあって、なんかストローさすんだって。開封時内容のもの、内容物が飛び散る場合ございません、ご注意くださいだって。やばいやばいやばい。違う違う違う、なんかちょっと気になったけさ、冷蔵庫に入れとって、これ差し入れで1周年の時にそうもらったんだけど、でもなんかストロー多分ついてるはずがなかったから、ちょっと大きいの持ってきちゃったんですけど。そうでもなんか喉乾いちゃった
喉乾いちゃうからちゃんと水も持ってきたんだけどっていう話。そう、え、これこのまま突き刺すと思う、それともこれ開けると思う？食べるんじゃないの、飲むの。ちくわは刺さん、もう全部食べた。突き刺さるで突き刺す、え、突き刺さるかな、いくよ、せーの。突き刺さらんわ、どうしようどうしよう、ピシャーなって。あ、刺さったかも。あ、もうちょっと、あ、いったいったかも。あ、あ、やばい、あ、やばいかも。あ、待って、ちょっとやばい。え、待って、パニック。はい、できた。なんやねんこれ。キウイ。なんでモザったん、なんで、待って待って待って、なんで、おいしい。宇宙食じゃないね、なんでなんで、インスタ映えこれ。ね、なんで、ね、もざった？なんで？え、なんで？ほんまにもう、なんで？ほんまに待って。なにこれ？え、うん、なんで？え、なんで？ほんまになんで？どうしたらいい？助けてください誰か。あ、でも大丈夫って、戻ったって、よし、オッケー。分かんない、これ差し入れ。おいしい。いや、きっとストロー多分ついてたんだけど持って帰ってこなかったから。おいしい、これシンファクトリーキウイフルーツ、キウイフルーツ、キウイって英語なんだね。キウイだって、キウイって書く、キ KIWI って書いてキウイなんだ。ゼリー飲料みたいな。違う、これストローで飲んでくださいって書いてあるんよ。ほら見える？ストロー長いっしょ。飲み方じわらんよ。
有名なとこだって。あ、もうないじゃん。もう吸えなくなっちゃった。せいか、あ、せいかちゃん、ありがとう。ありがとうね。え、もう吸えない。終了。水を飲みます。結局喉が渇いてるので。完食、完食終了です。はい、本日アンナの食事が終了しました。水でかくない？いやいや、500ミリリットルやわ。遠近法、はじめから水でよくね。言わないで。これ何のやつか知ってますか？これはですね、アルプスの天然、南アルプスの天然水です。これすごい好き。ラストにラーメン、やっぱラーメンだよな。遠近法超えた。あ、イロハス好き好き。あ、イロハス派。みんな、いやん、どっちも早わ。どっちでもいいや。まあどっちでもいいや。なんかさ、今日もなんかたこ焼きさ、乗せたらさ、アンナの、アンナが小さく見えるとか言われたけどさ、アンナが小さく見えるだっけ、なんか言われた。どっちだっけ、大きく見えるかいね。口の色がない。危ない、このままさ突き刺しよった。危ない。セーフ。セーフです。うん。そんな二人の世界は、よいしょ、誰かが泣いて寂しくね、私の私たちは裸足のままで逃げる二人、違われてることにさらえてたら暗闇の中、ドゥ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 、
て汚れて行くのを見てるだけ、パズルのピースははまることもなく手探りするけど、きっと手遅れ故障、この電話もう離さないわ、夢でいてくれたようにね、安心してね my darling、 ラララ寂しい時さらえよティアモ、怖いにじゅてむラララ、久々にこんなことしてみたよね、ララそばにいるわ、今日変わる？どの高さが好きですか皆さん、つい弱止まる、あーもう配信さんはもうやめろ、ツインなんてやめろって言ってんのかな、負けても戦え立つんだキアラちゃん、じゃん今から痛い子塗ってあげるね、いいよ画質悪いぐらいがちょうどいい、太鼓になってあげる、さすがにここはやばい、さすがにここはやばいわ、やばくない、止まるっていいよ、はい、やめる、終了、ポニー、ポニーテール、大人になる、ちょっと下げよう、サラヘヨティアモを愛に受点 M、 ララそばに、あ、100ラうといてラビュー好きよ、この手はもう離さないわ、夢でいてくれたようにね、安心してね my darling、 ララ寂しい時さらえよティアモ、我愛に充填む、ララそばにいるわ、安心ね my darling、 映り悪い、なぜなぜ、ゆえみ行こう、キュンキュン、アンパンパン、ダンス動画撮りたいんだけど撮れてない、まだ撮りたいんだけどね、撮る日がなかなか、ナッシングなんです、
キョンキョン死ぬかな、わかんない。ドリミロリーゲッツゲッツねえ、ほんとなんで、ほんとおこ、マジおこ案件。寝る、ほんとに。じゃあ終わる、そろそろ終わりまーす。エルファイさん、5位ユカリン、4位ポークたまごさん、3位レグルスさん、2位ノブさん、1位ヒロシさんです。ありがとうございます。え、待って、でも待って、本当に待って、自分がこうやってやったらすごいボヤボヤしてる。え、何この感覚。なんか何が来たよ。関係ないかな、ショールームのことだったりしない。え、タワーもう一本あるよ。ノブさんからも来てた、ありがとうございます。ノブさん、ノブさん、ありがとうございます。なんかおかしい、やっぱショールームが。ありがとうございます。次行こう。今日は1人目イカちゃん、イカちゃん、2人目、5人目ルルル旦那さん、6人目ミリショーさん、7人目ケンケンパーさん、8人目ガルアワポン、9人目スカイさん、10人目ミツルさんです。ありがとうございます。声聞こえてますか？聞こえてる？2人目か5人目まで飛んだ。え、嘘。え、誰呼んだっけな。ケンケンさんとかミツルさんとかミリショーさんとかムーミーパパさんとかイカちゃんと、あと誰呼んだっけな、どこら辺あとタップしたっけ。そんな感じです、多分。じゃあ終わりますね。なんでだろうね、本当に。ちょっと待ってね、え、もうわかんない。待って待って待って、え、今どっち、え、待って、今どっちでさ、え、配信されてんの。でもわかんないわかんないわかんない。待って、タワーも来た、嘘でしょ。ちょっと待って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 、でもわかんない。え、待って、わかんない。今どうなって、今どうなってますか。え、真っ暗なの。今アンの方画面真っ暗、じゃあこっちってこと、今こういうこと。そうなんだ。アンの方こっち、手持ちの方画面真っ暗だから、今どれで配信してるのかわかんない。まあいいや、じゃんけんします。せーのじゃんけんじゃんけんじゃんけん、ほい、グーです。まあ見えてるんならいいや。あ、待って待って、タワー来たってそういえば言ってたよね。え、待って待って待って、誰、ひろしさん、ありがとうございます。待って、ちょっと待って、倒れそう、倒れたら嫌よ。ちょっと倒れないでね、ひろしさん。ありがとうございます。見えてんのかもわかんない今。ありがとうございます。
え、ランキング読んだ。え、読んだよ。じゃあバイバイ、さよなら、ありがとうございました。皆さん明日も見てください。今日はよくわからん配信だったけど楽しかったです。また遊びに来てください。おやすみみんな、バイバイ。ポニーテアンナでさようならです。よくなってきた。だって最後にタワー、嘘でしょ、嘘でしょ、誰、ひろしさんありがとう。待って、もう本当に終わりますひろしさんありがとう。ひろしさん、なんで今日マジで何本立ててくれとん。ほんまにやばいよ。気持ちが嬉しいです本当にありがとう。見えてますか、自分の画面真っ暗だからさ、今どんな画面が映ってるか分かんないんですよね。ありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい、さようなら、バイバーイ。